焼酎力さんありがとうございます。バチさんありがとうございます。ありがくまです、ありがとう。カンさん、ラントゥーリブさん、あやさんありがとうございます。北さん、まさあきさん、はるみさん、げんちゃんさんありがとうございます。こんばんは。ゲーム楽しかった、久しぶりにスイッチした、久しぶりにスイッチの電源をしたもんライダーさん、ガロアさん、おかえさんありがとうございます。あだりさん、まさっちさん、北の住人さんありがとうございます。たっちゃんさん、小中力さん、あだりさん、たーちさんありがとうございます。たっちゃんさんありがとうございます。おもんない人さんありがとうございます。こんばんは。北さん、ともちたんさん、おもんない人さん、みちろうさん、まーさんさんありがとうございます。北の住人さんありがとうございます。原始人さんありがとうございます。こんばんは。今日はあのふかしてんじゃねえよのね、あのそう、あの収録に行ってきました。ごちゃんフォレストさん、ただの魚さんありがとうございますね。そう、昨日今日のね、そう1時にそう放送があったにもかかわらず、今日の朝9時までにすごいお便りをねくださった方々、本当にありがとうございます。感謝の気持ちでいっぱいでございます。フォレストさん、ネオアレスさん、ともちたんさんありがとうございます。そう、8時間しかない中でそうお便りくださったり、その企画のねコーナーの中のそう、そういう私だったらさ、あのそう大人はすごいんだぞっていう企画を私はするってなって、そう小中学生のね問題をそう今日8時間の間にそう送ってくださった方々、本当にありがとうございます。げんちゃんさん、チョコレモンさん、ただの魚さんありがとうございます、ね、お便りもくださった方々ね、全部はちょっとね読めなかったんですけど、お便りをくださった方々本当にありがとうございます。そう、しわさん、ぼうちゃんさん、くんちゃんさんありがとうございます。そう、今日収録したのでおいおい流れると思いますね、楽しみにしててください。くんちゃんさん、あやさん、まさっちさんありがとうございます。楽しかったです。楽しかった。なんか同期とラジオすることは私なかなかなかったというか、初めての経験だったので、そうすごい楽しかったです。あっという間だった。そう、全部収録してきました。こうたんさん、うごうごさんありがとうございます。ラジオはね、慣れないというかドキドキしますね。なんか他の3人が普段なんかラジオをよくやってる3人だったから、なおさらドキドキというか、そう、すげえ3人と思いながら。うごうごさん、こうたんさん、はるみさんありがとうございます。そう、同期とラジオするの私初めてだったから、そう、なんだか楽しかったですね。メイビーさん、北さんありがとうございます。オーバープリント、そうそう、小田さんがコラボしたり、ミクさんがモデルやってらっしゃったりするところです。オーバープリントさん、北さん、イーイーさんありがとうございます。その3人がなんかそう読み方とかすっごい上手で、上手ってすごいと思いながらも、でもなんだろう、なんか今までやっぱ先輩とさせていただくことだったり、芸人さんとさあちゃんと3人でやらせていただくこととかがことが多かったので、ラジオがそうだから同期っていうのはね初めてだったので、すごい安心というか、ね、楽しかったです。ともともさん、天球さんありがとうございます。そう、ぜひまだ聞いてない方はね、まだ聞けてないよって方はラジコでぜひお聞きください。電気さん、RKP さんありがとうございます。カズヤ22さんありがとうございます。
コーターさん、いたかさん、ありがとうございます。来週まで、その来週の放送があるまでは聞けるんじゃないかな。いつまで聞けるんだろう。森誠二さん、健一さん、ありがとうございます。1週間うんですって。ありがとうございます。教えてください。なのでぜひお聞きください。まだ聞いてないよって方がいらっしゃいました。こんばんは。ななみんちゃん、ただたんたんさん、ありがとうございます。ノエル&ラッキーさん、ありがとうございます。なるほどね、来週の放送が始まる前まで。なるほど、今月だからあと3週あります。3週ある中でも、まあ全部私がその出演するわけじゃないので、はい。ドザタンタンさん、グースさん、ありがとうございます。昨日あや、お疲れ様です。お帰りなさいましですね。たっちゃんさん、ありがとうございます。そう、ぜひお聞きください。なかなか慣れないラジオでした。そう、どうだろう、次出るときどこまでペア発表されてんだろう。来週のペアまでかな。来週のペアまでは言ったよね、確か。私がね、今日のね、放送で言ってた気がする。あやさん、ありがとうございます。こんばんは。ね、来週は、いぶきと、愛知。ね、ちょっと慣れないラジオで緊張もしたんですけど、同期となったのですごい楽しかったです。イエーイ。サトシさん、ありがとうございます。ハッピー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 。ナックスさん、グッさん、ありがとうございます。ね、ラジオね。もうなんか読むのとか上手になりたいですね。まずそもそも滑舌があんまりよろしくないのでね。滑舌よく。ハッピーハッピーハッピー。そう、あと7月の27日の土曜日かな。土曜日だよね、7月27日。土曜日です。そう、熊日スパイス創刊30周年展に、そう、参加させていただきますということで、そう、北さん、ありがとうございます。そう、なんかあれはなんだろう、質疑応答とかの時間があったりするんですけど、でも質疑応答に参加できるのは小中学生の親子なんですよ。そう、小中学生の親子が参加できるので、さ、あのこの中に参加ほもほもほって感じで参加できる方はどうかなっていう、そう、いらっしゃるかにゃっていう、ちょっとムムってなるんですけど、みんなもムムムってなるんですけど、なんか抽選会とか、なんだったクイズコーナーとかは、その小中学生の親子じゃない方でも参加できるっぽいので、はい。皆さん、あの無理に小中学生に戻ろうとせずに、戻ろうとしなくて大丈夫です。ネオアレスさん、メフィラスさん、はるみさん、ありがとうございます。グッサンさん、メフィラスさん、ともちゃんさん、ありがとうございます。そう、そう、なんかそう確認してみたんで、私もちょっとどうなんだろうと思って確認してみたら、そう、あの抽選で選ばれた小中学生の親子に、なんかそうまたプラスで何かできるって感じで、そう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 。
バーチさん、ネワールさん、ありがとうございます。なんかそのそう一般来場者の方を対象にクイズ&抽選会もあるので、はい、皆さん頑張って、今から親にならなきゃとか小中学生に戻らなきゃとかは大丈夫ですよ。グッさん、ありがとうございます。そう今から必死に頑張ろうとしなくても大丈夫ですよ。落ち着いてください。はい、落ち着かれてくださいね。でも今回の会場が初めての会場なんだよね。今までそのイベントで行ったこと、みんなが行ったことがないところですね。新聞博物館という熊本日日新聞社さんの、そうだからどうやって行くのがいいんだろうねと思って、バスかな。あ、で待って、バスじゃないか、聞けるかな。でもバスかな、なんだこれは。バスですかね。 JR 近い、ちょっと待って、ちょっとその辺がまだね詳しくなくて、あーでも確かに走、あーうん、あ平成駅が近いじゃん。私が写真撮りに行ったとこ、令和に変わるときに私がR1 とか撮る持って写真撮りに行ったところがあるんですよ。なんか平成駅っていう JR のめっちゃ昔だよ、でもすごい昔。電気さん、小鉄さん、ありがとうございます。そう、なんかその写真、そう見たことある人いるかなって感じぐらい、そう5年前ぐらい、そう平成駅っていう平成漢字の普通なのさね、その前の平成って感じの平成に、なんか昭和タクシーの看板があって、あと何だったかな、なんか昭和バス、昭和タクシーだっけ、なんかそっち系のもあった。あと明治なんちゃら、明治って書いてあるなんか飲み物が、明治はなかったか、明治のチョコレートを持ってったのかな、持ってって、あと令和の R の R1 を持って行って写真を撮りに行ったんですよ。なんかちょっと熊本で話題になってて、令和に変わりますっていうのが発表されてから、すごいここはそう年号がもうめちゃめちゃ揃ってるってなって、そうすっごい話題になった駅です、熊本で。そう年号が令和に変わるってなった時に、そうそうそう、すごい熊本で、すごいここ全部、ほぼほぼ全部じゃないけど最近の揃ってるじゃないってなって、そう私も話題になってたので写真を撮りに行った。平成駅が最寄りの駅ですね、熊本日日新聞社最寄りです。かにゃー、一番近いのはそうだね、平成駅だね。でも一応バス停も目の前にあるみたいだから、まあそうバス停にの桜町熊本っていうバスターミナルから出てるバスが多分止まるみたいだから、そうバスターミナルから来るのもありかも。そう平成駅何線、 JR の肥後本線、豊肥本線、豊肥本線だから、うん、熊本駅からピョーンって走ってます。1562日、ありがとうございます。1562、ありがとうございます。キョさん、はるみさん、ありがとうございます。キュータンさん、ぼーちゃんさん、ありがとうございます。そうだから、そう JR で行ったら5年前の私と一致活ができます。
そう、 JR から行ったりして、そう、平成駅を使うと5年前の私と一括をすることができます。イエーイ。けんちゃんさん、ありがとうございます。その他にもバスで行けたりするので、まあなんか新幹線で熊本まで来るよっていう人は多分 JR で来た方がいいと思うし、バスとかで、そう、空港からバスで桜町熊本まで行くよとか、そう、バスで熊本に来るよって人は桜町熊本からバスに乗ってきた方が楽なのかなと思ったりしますね。だからみんながどうやって熊本にそもそも来るかによる、来るかによるかも。熊本駅が近ければ熊本駅から JR に乗った方がいいと思うし、桜町熊本の周辺に到着する人はね、バスで来た方が移動がちょっと少なく済むんじゃないかなって思います。ぜひお待ちしてます。メイビーさん、ただの魚さん、ありがとうございます。歩くのしんどいぜ歩くのしんどいぜそれはおすすめしないぜ。7月の27日でしょ、熊本暑いよ。うん、それはやめた方がいいよ。熊本結構夏暑いですよ。夏も暑ければ冬は寒いです北さん、ありがとうございます。ぜひお待ちしてます。お越しください。7月27日土曜日。で、次の日が福岡での全国握手会なので、ね、握手会に参加するよっていう方はちょっと1日ずらして、ちょっと早めに九州にお越しください八王子さん、ありがとうございます。ちょっと一日、飛行機とか大変だと思うし、ホテルとかも大変だと思うけど、ぜひ一日早めて。熊本駅周辺にチャリチャリはあるけど、あるけど、この熊本のその新聞社までチャリポートがあるかは分からない。そう、イベントが続いて楽しみです。7月もワク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 でございますね。そう、皆様は今から頑張って小中学生になろうとしなくても大丈夫です近く里ここのロケ行ったことあるところ、こっち側は来たことないんじゃないかな、あんまり里子このロケで。こっち側でしょ。あまりこっち側は里ここで来たことない気がするんだけど、どうだかどうだか。ない気がする。たっちゃん、ありがとうございます。そう、熊本市もね、広いんですよ。そう、熊本の北区、西区、そう、南区とか、そう、東区とか、そう、区に分かれ、中央区とか、そう、はにゃ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 って分かれてるのさ。そう、区がいっぱい分かれてるから、そう、広いの、熊本市も。広ーってなるぐらいなのね。なんか、ね、ちょっと距離ありますね。周辺にはないね。
行きやすいところにはあまりナッシングでございます。ちょんぼりゴーちゃんありがとうございます。畳作りたい。畳作るのはね、と言われ畳作るのはね、あのね、もう熊本市じゃなくなっちゃうから、あそこは多分キャーってなるよ。お城があるのは中国じゃない。そう、この前作ってた畳はもうあれはね、熊本市じゃなくなっちゃうんですよ。そう、たまにサタココって熊本市を飛び出すんですよそう、なんか基本的に熊本市の中でそうロケしてることが多いんですけど、たまにそう熊本市をそう飛び出してみるんですよそう、畳はねそれでしたね。メフィラスさんありがとうございます。でも熊本市でも作れるとこあるのかな、どうなんだろう。私たちが行ったところは熊本市じゃなかった。そう、たまにそう玉野とかね行っちゃうんですよ。そう、たまにちょっとね、そうえらい冒険する名教えてください。ありがとうございます。なんかみすご、明日は土曜日ですね。お昼からパチドラ待ってます。もうこれからね、あれですよ、もうパズドラの千秋楽に向けてって感じですが、ぜひお待ちしております。ロデムさんありがとうございます、ね、これからは少しずつ、もう私もあと残りパズドラ3回です。え、違う、嘘ぴょーん、あと何回、私1、あと4回かな。お待ちしてます意外といっぱいあったではランキングを見たいと思います。13位ミフィラスさんありがとうございます。12位ひしみらこうさんありがとうございます。11位はるみさんありがとうございます。10位ネオアレスさんありがとうございます。9位グッさんありがとうございます。8位キュータンさんありがとうございます。7位たっちゃんありがとうございます。6位ともちたんさんありがとうございます。5位ただのさかなさんありがとうございます。4位きたさんありがとうございます。3位たっちゃんさんありがとうございます。2位ばうちさんありがとうございます。1位きたの住人さんありがとうございます。それでは今日も見てくださり聞いてくださりありがとうございました。皆様ゆっくり休んでください。おやすみ、またね、バイバーイ、おやすみ、また明日。